八幡町は、かつて、岐阜県郡上郡にあった町である。2004年3月1日に、郡上郡の7町村が合併して、郡上市が発足し、八幡町は廃止された。郡上八幡と呼ばれることが多い。古くから、郡上郡の政治、商業などの中心地として栄え、郡上市となってからは、郡上市役所や岐阜県の出先機関が置かれている。 九条八万地区周辺の空中写真。1977年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。飛田高地の南部に位置する。長良川が町域を北から南に貫流しており、市街地の標高は約200メートルで、町の東西の山地から支流が流れ込む。集落は、 長良川とその支流沿いに形成されており、長良川と支流の吉田川の合流点付近が市街地である。町域には南東に突き出た部分があり、小波川の流域に属する。これも長良川水系ではあるが、合流地点は下流の石市にあり、八幡町内では分水嶺で他地域と隔てられている。また、帰国川及び三木館側は木曽川水系である。 議員定数は12。岐阜県立郡上高等学校参館に位置するが、20世紀後期には、吉田川と長良川に沿って工場が立地して、工業が盛んになった。農業では、米、肉牛、花が作られた。郡上八万駅3観を縫う道路が交差する位置にあり、四方に国道が整備されており便は良い。東海北陸自動車道が南北に通り、 国道156号がほぼ同じ経路を走る。国道256号が東西に走り、北東方向に国道472号が通っている。高速道路、一般国道主要地報道一般剣道そのタグ上、踊りは毎年7月中旬から9月上旬まで、延べ32夜にわたって開催される盆踊り。踊りは10種類あり、自社の境内、一般の道路、 街角の広場など会場を移しながら開催される。特にお盆の時期に明け方まで夜通し踊り続ける。裏盆会が有名。踊りは一般参加も可能。およそ404年の歴史あり、日本産黄盆踊りの一つ。1973年国の選択向け民族文化財に選択され、1996年に重要向け民族文化財に指定された。 伊川小道や中水の小道市街地には17世紀に九条八万城下の防火などを目的に築造された水路が巡らされている。現在、一部は整備され観光資源となっているが多くは生活用水として利用され続けている。湯水や山水を引き込んだ水船と呼ばれる階段状になった水槽は400年以上前に生まれた。上段は飲み水に、中段は 野菜や果物を洗ったり冷やしたり、下段は食器洗いにと水を無駄にせず使い分けるシステムになっている。また、川戸と呼ばれている共同の洗い場は清らかな川の流れをそのまま街中に引き込んだ水路の途中に作られ簡単なすすぎや洗い物に使われている。水船と川戸を紹介している大和ハウスのテレビ CM 競争強制シリーズ九条八幡ペンがある。 1996年に水の里百選に認定された。また、1996年に日本の音風景百選として吉田川の川遊びが選定された。九条八万九庁舎記念館九条八万博覧館、九条八万楽芸館。ありがとうございます。